なんかボクシングよりも気持ちが先行しちゃって、抑制っていう自分のメンタルコントロールがやっぱり一番課題ですよね、ずっと。僕がかっこいいって思うボクシングの強さっていうのは、どんな状況が来ても自分のペースを乱さずに戦える選手。今日はもう外にも出たくないなっていう気持ちになった時に、そこで走れるか走れないか、やっぱそこで走れたら試合でもきつい時頑張りますし、まあ見とけよっていう気持ちでずっとやってるんで。